スザクの文章は、和田真嗣による日本の漫画作品。1977年に、別冊マーガレット6月号に掲載された読み切り。探偵志望の青年、アマチシノが親友と共に、大学の恩師を訪ねるも残殺されており、その真相とスザク家で起きる連続殺人事件の謎に挑む。昭和7年、ある霧の夜。探偵志望のアマチシノは、 親友の縁見大二郎と共に、大学の恩師である、宮坂教授の自宅を目指して、参道を歩いていたが、自他共に認める、方向音痴で大二郎を巻き込み道に迷ってしまう。半夜面の女に殺気を感じるが、なぜか相手は逃げてしまう。大二郎も死のに負けず劣らずの方向音痴であるため、拉致が開かないので道を尋ねた。湖に面した崖の上に立つ豪邸は、 スザクダイれという人物の屋敷だったが、七木部村の恩師の家にたどり着くも一足を遅く、何者かに殺されていた。毒物を無理やり飲まされて部屋中を転げ回った、挙句両、手首を切断されたのだ。内地に目を向けろと政府を批判したため、資格を差し向けられたのは、明白だった。その資格こそ村への道を教えてもらった、スザクの当主だった。 死のは、スザク家を探るべく、大二郎に怪我をさせ、潜入することに成功する。スザク家は、政府の依頼で暗殺者を育成する、殺人人形養成所であり、7人の子供たちは皆、あらゆる手段で集めて暗殺者に育て上げた道具だった。彼らは17年間、渦を巻く、湖の中の7つの小島で暮らしていた。その子供たちの一人、千秋こそ、夜道で、 シのが殺気を感じた相手だった。そして、桜並木の木の枝に吊るされた残殺死体が発見され、スザク家の子供たちの長男であるとよまるだと判明する。それを機に、次々と殺されてゆく暗殺道具の子供たち。その一人、姫と共に大二郎までもが殺されてしまう。死のはスザク家の財産が狙いだと思い、 千秋を愛するがゆえに自身を憎む小六に後を任せて東京に調査に向かった。東京から戻った篠は小六が一発も打たずに斬殺された姿を見、彼の愛の深さを悟るのだった。その後、ザクに簡単な理由で篠が明かした犯人は他ならぬ千秋だった。千秋は大宇山脈の一角に住まう漁師の部族である日坂村の主張の娘だったが、 小さな村ゆえに主張を申請するあまり、異常な方法で後継ぎを定めていた。つまり、主張は年頃になった娘との間に子を設け、その子を次の主張にしていた。主張の血を汚さぬために、数百年も延々と続けたことで濃すぎる、地の弊害により、既刑事や精神異常者などが続出し、千秋はその中の、児玉と呼ばれる二重人格だった。 宮坂教授と大二郎を殺したのも彼女だった。確かにスザクは彼に毒を飲ませたが、宮坂を助けようと家に飛び込んだ、千秋の目の前で、吐血した自身の血で、宮坂が犯人であるスザクの名を書き残そうとしたのを見て、千秋の心のたがが外れ、彼女は宮坂の両手首を切断し、その血でスザクの名を隠したのだった。宮坂は、ショック死した。 父のように愛してくれる宮坂を殺してまでも自身が父と愛するスザクを選んだ時から、千秋は児玉に魂を売り渡してしまった。その後の殺人は、スザクの愛情を独占するためのものだった。ところが、スザクが彼女を心の拠りどころにしようとした際、そんな情けない男は、自身の父ではないと、児玉の人格が氷在化し、誰よりも愛したはずのスザクを殺してしまう。 理性も反発もなく、ただ憎み殺すだけの殺人鬼が死のうも殺そうとするが、千秋が舌を噛み切って、命を絶ったことで二人の千秋は滅んだ。1978年6月20日、発売 ISBN4 から08から85万348から1、マーガレットコミックス集英社2021年1月15日。 発売 ISBN978 から4から253107907秋田書店、書籍扱いコミックス全一巻。ありがとうございます。